琉球の予想フォーメーションです。 4-2-3-1 を予想しています。ゴールキーパーは田口、フォーバック右から高安、牟田、森、福村、ボランチは岡澤と竹澤、そしてワントップにサダムスレイを置いてトップ下に富所、右に中野、左に白井を予想していますが、この並びは試合が始まってから確認していきたいと思います。愛媛の予想フォーメーション、こちらも 4-2-3-1、 ゴールキーパーは辻、フォーバック右から木村、森下、小川、山口、ボランチは深澤と谷本の大卒ルーキーコンビで、トップ下に石浦、右に曽根田、左に茂木、ワントップは松田力です。石浦が蹴る、いいところに出してきた、エリブ決めてきました、愛媛先制。小川そらですかね、セットプレーしっかりとものにしました、一発でものにしてきました愛媛。茂木が蹴ります、コーナーキック、ファーサイド、ナイスセーブ、田口よく触りました、ゴールキックです。このセットプレー頭合わせていったのは森下でしょうか、まあ、一つこういったクロスボールで相手を脅かしていきたい琉球。あ、高安うまくボールを奪う、中野の左足レッドいらしました、中野克也、高安が高い位置でボールを奪って左サイドから中に入ってきた中野、19節の横浜戦以来8試合ぶりのゴールです。中野克也、前半のうちに追いつきました琉球。ここで高安が奪って、中野見事な左足、ちょっと山口のこのコントロール、岡澤からボールを奪った谷本、すぐさま前にボールを蹴り出しましたが琉球が奪います。中野に対して深澤、奪ってそのまま運んで松田へのパスは通らない、おっと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 、石浦がゴールキーパー田口に対して寄せていきました、そのままネットを揺らして愛媛が勝ち越し、思わぬ形で失点ということになりました。結果石浦のこのプレスが効きました。ここは石浦が寄せていきます、高安から柳へ、柳、山口を背負いながら後ろ前向きになりました、その後ファールなしで奪った谷本、石浦、曽根田のボール決まった、琉球のセンターバックの間抜けていきました、曽根田豊、見事なスルーパス、谷本仕留め切りました、曽根田豊の今シーズン3点目、石浦のスルーパスでした、失礼しました、谷本のパス、最後石浦からの曽根田、見事なコントロール、パス出し入れしながら前向きになって富所のパス、セカンドボール中野回収、中野、白井かわした、クロスバー、まだある、おっとコントロールできず、これはゴールキック決定機でした、白井陽斗、クロスバーを叩きました、富所のパス、こぼれを拾った中野、ケルビン左にはたいて
村から清武、もう一度もらい直して真ん中でケルビン、ケルビン中野、クリアしきれなかったボール、ダイレクトで合わせた中野、今日2点目。ダイレクトでした中野克也。前半にもゴールを決めている中野ですが、この後半気持ちがこもった2点目。つないでケルビン、オフサイドない、清武が出ていく、右サイド中野克也、中野、山口が寄せる、コーナーキックです。今日は中野にボールが回ってきます。18位低迷続く琉球が首位の愛媛を迎えてのゲーム、2対3、1点を追いかける琉球の猛攻が80分から続いています。真ん中こぼれ球、ゴールキック、ここで試合終了の笛、琉球対愛媛2対3、愛媛連勝、 J3 リーグ首位独走。しかし簡単ではありませんでした今日の勝ち点3。